今日は多くの小中学校が終業式を迎えました。今年最後の登校に合わせて、県内の通学路では警察による一斉取り締まりが行われました。福岡市中央区の福浜小学校前には警察官が立ち、子どもたちが安全に登校できるよう見守っていました。警察によりますと、今年県内で登下校中に事故に巻き込まれ怪我をした子どもの数は171人で、前の年の同じ時期と比べ10人減少しています。しかし、明日から冬休みに入り、年末年始の帰省や悪天候などで交通の流れが変化することから、警察は運転に注意するよう呼びかけています。特にこういう視界が悪いときは、いつも以上に速度を控えめにしてもらって、基本に沿った慎重な運転をしていただければいいのかなと思います。今朝の取り締まりでは14件が摘発されました。